それではね、こちらスペシャル、プライスファブリックの紹介になります。で、ウールコンのね、ストライプファブリックということで、まずね、秋冬ならではのこのウールの素材感プラス、このえんじがね、アクセントとなるストライプのね、こう模様がね、こう楽しめるんじゃないかなと思います。で、全体の風合い的にはね、こうちょっとね、こう圧縮ニットのような、柔らかさとこう素材感とかね、全体的な雰囲気はね、圧縮ニットにもね、こう似てるんじゃないかなと思います。風合いのぜひね、参考にしてみてください。ニットではないんですけど、ほんのりとね、こう伸び感も感じられるんですね。その分全体的なね、この生地の柔らかさをね、楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。で、厚みは程よいしっかり感のある厚みになります。アウターを中心に、冬だったらね、お洋服にもね、割とこう使えるんじゃないかなと思います。ぜひね、参考にしてみてください。最後にね、生地幅なんですけど、130センチね、ありますので、洋尺の方も余裕を持って使っていただけるんじゃないかなと思います。